おはようございます。おはようございます。今日は何の日でしょうか。レース当日湘南国際マラソンの当日です。当日ですね。もう今1時間30分前ぐらいかな。そうですね。もういよいよ本番と。ついにこの日が来て、現地到着してこれから荷物を置いて、はい、体をちょっと温めるという感じですね。調子はどうですかね。調子ね、もうベストです今日が。あ、本当仕上げてきた。仕上げました。いろいろもうふくらはぎ痛いとか腰痛いとかありましたけども、もうベストだし、ベストと思ってやるしかないです。そうですよね、はい、皆さんはそうです。もうベストがよくわからないんですけ ど、ね、気持ちはもうベストですね。あ、それはいいですね。テンション上がってますし、もう楽しみたいっていう、もう体の不調はゼロなんで。あ、いいですね、はい、体も心も元気です。まあ、本番はね、もう初マラソンは1回きりですので、もう楽しんで欲しいなというふうに思います。まあ、辛い場面もありますけど、そこは一回歯をくしばって思われた。今日でもすっげえマラソン日和よね、なんかね16度か17度ぐらいかな。なんか逆にトップアスリートからすると暑いけど、初マラソン完走目的の方だったらいいかもね。あったかい方が、寒いと体が冷えちゃうんで、なので絶好のコンディションなので頑張っていきたいなと思いますんで。頑張ります。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。行ってきます。後ろを追いかけてます。流れがない。ダーミン様のおかげです。今約7キロ過ぎました。気温は10度だそうで、まだまだたくさんの方と一緒に走れてます。今ペース 6.4 ぐらいで結構楽しく走れてますね。沿道の方たちもすごい楽しくて、まだまだ行けそうです。みんなで一緒に頑張ります。これです。駄菓子かわいい。みんなちゃんと急いで走ってる感じで、ここはちょっとハニードーナツを私パスします。はい、湘南国際ついにスタートしました。今はね、ちょうど10キロ地点通過して1時間1分なので、まあ、予定通りのペースです。はい、すごい人がめっちゃ多いですね。楽しいです。今のところ楽しいです。あ、今ちょうど20キロを通過しました。今ちょうどね、大体2時間ぐらい走ってますけど、いい感じです。今、最初スタートは6分スタートで走ってますけど、今大体、5分ペースに最後上げて、今折り返したのでね、こっから頑張ってきます。20キロ通過、いい感じ。過ぎました、カリフォルニアです。これは多い、食べれない。これはちょっと食べれないんで、ここもパスします。なんと、釜揚げシラスもあります。どうやって食べるんですか。なぜか私は釜揚げシラスをもらってみました。ちょっと20キロ地点の釜揚げシラス食べてみます。折り切ろう。折り返し終わって、今ようやく20キロもう過ぎているところで、足がかなり痛いですけど、みんな結構たくさんの方がまだ走れてるんで、ようやくここまで行ってみます。今フンが1キロ7分走ってます。行きます。
はい、今ちょうど30キロ、はい、通過しました。2時間53分、さすがに股関節周りが痛くなってきたけど、今ねちょうど4キロの4時間のペーサーが前に見えたので、あそこに追いつけば4時間切りできます。ただあと12キロ頑張るぜ。はい、40キロ通過、40キロあと2キロです。もう足がやばい、寒い、もうね股関節が動けて足が上がんないですけど、はい、2キロあと気合です。もう今まで応援してくれた人たちを思い出して、はい、もうねあとはやるしかない。最後までいきます。あと2キロ、はい、お疲れ様でした。なんとかゴールしました。フィニッシュライン、最後でみんな応援してくれて本当にもう、いやー走り切った、やりましたよ。もう皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございました。最後の関門を通り過ぎた。やった。残り、ここで終われる。頑張ろう。頑張った頑張った、おかえり。すごいよ。おお、ハギさん。ゴールできた。偉いね、最後走るよ。6時間は切りそうね。
ゴールしました。いやちょっと泣きそうやばいね、ちょっと泣きそうなんだけど。1ヶ月半で、まあ、ほとんど走れなくて、このマラソンで感動してるって、まあ、すごいよね。本当感動するよ。いやーなんかちょっと頑張りそうな、ね、エリアが違うよね。公式なところから何ももらってないけど、あー疲れそう。ちょっと休んでほしい。次の目標でまた。
見てください。いっぱいいるんでね、あの辺の人見てください。次のチャレンジャーを見つけてね、はい、頑張りたいと思いますんで、石川エナ、ありがとうございました。